北、近畿豊岡自動車道、北、近畿豊岡自動車道、北、近畿豊岡自動車道、北近畿東洋、岡エクスプレスウェイ、または、北近畿豊岡エクスプレスウェイは、兵庫県丹波市の舞鶴若狭自動車道カスが、インターチェンジジャンクションから、兵庫県朝野市の和田山インターチェンジ、JGT で、万端連絡道路と連絡し、兵庫県豊岡市の豊岡北 IC に至る。 総延長約70キロトルの自動車、専用道路である。略称は、北、近畿豊岡道、北、近畿豊岡道、北近畿東洋、丘エクスプレスウェイ、または、北近畿豊岡エクスプレスウェイ、北近畿道、北近畿道、北エクスプレスウェイ。豊岡市内では、山陰近畿自動車道と接続する計画。高速道路ナンバリング。 高速道路等路線番号では e 七十二が割り振られている。春日がインターチェンジ、JCT 氷かインターチェンジ間が二千五年、平成十七年四月十七日に、北、近畿と洋歌自動車道として、初めて開通。のジギーク標語国体に合わせて、氷かインターチェンジ和田山インターチェンジ、JCT 間が二千六年、平成十八年七月二十二日に開通し、 同時に東坂トンネル有料道路も自動車、専用道路に指定、その結果京阪神からの所要時間が、開通前よりも、約20分短縮された。東坂トンネル有料道路を挟み、国土交通省近畿地方整備局とヨ高線、国道事務所が管轄するカスガインターチェンジ、JCT、東坂ランプ間の春日和田山道路愛と、 東坂トンネル料金所和田山インターチェンジ JCT 間の春日和田山道2に分けられる。春日和田山道路の開通以前は大阪方面から田島方面に向かう場合、丹波篠山市、丹波市を通る国道176号を利用する必要があったが、朝、夕を中心に市内の渋滞が激しく、速達性に乏しかった。 もう一方の田島地方と京阪神の連絡道路である万端連絡道路が冬にはたびたび雪で通行止めとなることもあったが、当自動車道はそういった場合の代替道路としての役割も担ってる。通行料金は遠坂トンネル普通車310円を除く全区間が無料。当自動車道を経由して国道9号に合流するルートが阪神方面から 鳥取方面への最短ルートとなっており、交通量が増加している。現在は暫定2車線、対面通行だが、将来4車線化される、計画、用地も取得済み、観光バスも余裕を持って走ることができるよう道路の幅員も広く取られている。和田山8日道路は、和田山インターチェンジ JCT8 日表の線インターチェンジ間の 総延長 13.7km で暫定に車線の道路である。当初、2011年度、平成23年度末の開通を目指していたが、ヤブインターチェンジ8日表の線インターチェンジ間の8日トンネルにおいて、地山が当初予想していたよりも脆弱な岩室で、柔らかく岩盤崩落等が発し、対策に約8ヶ月要したことから開通が遅れ、2012年、 平成24年11月24日に開通した。大規模構造物施工区間は 10.3km で、東区間の4分の3を占める。2012年、平成24年5月26日に、豊岡市日高町の日高岩鍋高原インターチェンジ、建設予定地で、八日日高道路、日高豊港南道路起工式が取り行われた。 八日日高道路は2017年、平成29年3月25日開通。日高豊港南道路は2020年度開通予定。2012年度、平成24年度に都市計画や環境影響評価、アセスメントを進めるための調査が実施された。2015年、平成27年6月23日に都市計画決定され、 このうち豊岡南 IC 豊岡 IC 間が2016年度、平成28年度に先行して事業化された。豊岡北 IC 付近で、山陰近畿自動車道との接続が構想されている。北、近畿豊岡道とは逆に、起点が豊岡市で終点が丹橋となっている。およびに基づく、一般国道483号の概要は、以下の通り、 括弧内の町名は当時のもの。国道四百八十三号は九百九十三年、平成五年四月一日の指定後、遠坂トンネル有料道路として、国道四百二十七号と重複する区間が開通していたが、春日インターチェンジ、JCT 氷カインターチェンジ間が二千五年、平成十七年四月十七日に、北、近畿と洋歌同社道として、 初めて開通。ヒ上インターチェンジは田山インターチェンジ JCT 間が2006年、平成18年7月22日に開通し同時に、遠坂トンネル有料道路も自動車、専用道路指定に伴い国道483号の単独区間となった。当自動車道のうち、遠坂トンネル有料道路を除く区間は、国が建設し、日本道路公団が料金を徴収する。 有料道路となる見込みであったが、2004年、平成16年、日本道路公団が事業に参加せず、国土交通省は直轄事業として開通当初から無料開放することを決めた。小泉内閣により道路関係4公団の民営化が議論され、不採算の高速道路は建設凍結の方針が打ち出されており、日本道路公団が採算性の低い北、 近畿と洋化自動車道の請負いを拒否したため、結果的に無料化されたと見られている。一方、兵庫県道路公社が建設した遠坂トンネルは、当初、2007年、平成19年5月25日に、無料開放の予定であった。しかし、交通量が見込みよりも、大幅に少なく、事業費の償還が行えていなかったことから、2003年、平成15年8月6日、 徴収期間を延長するとともに、交通量の増加が見込める北、近畿と洋化自動車道との一体化と同時に料金を値下げすることになった。現在は2021年1月18日に、徴収期間満了の予定。24時間交通量、大道路交通センサス。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。